音楽活動、音楽の部分で言うと、まあ、CD が売れないじゃないですか、はい、ここに今 CD ありますけど、はい、すごく売れなくて、僕なんかはね教授で売れないんですか嘘いや本当ですよ。マジですか。で例えばその、まあ、レーベルのようなこともやってるんで、こういう音楽は世に出したいなと思っても売り上げが見込めないから、まあ、レコーディングの経費も出ないという場合があるじゃないですか、はい、そうなってきちゃってどうしたらいいのかな、もう慈善事業みたいになってくるのかなみたいな、クラウドファンディングでやるとか、うん、まあ、そういうもちろんもうやってる人もいますけど、この状況をどう思ってます？俺でももともとアルバムも、うん、今回5年ぶりなんですけど、うん、ずっとライブやってきて、うん、ライブのどっちかって言ったら土砂回りだったので、うん、あんまりそこ気にしてなくて、うん、で気づいたらみんな大変だ大変だってなってて、うんうん、でも自分の状況はあんま変わってなかったので、ね、そうかなと思ってました、はい、うん、そうね、ライブをやり続けているから大丈夫だと、わかんないですけど、うん、なんか俺ライブやりたくてバンド始めたから、うん、CD 作りたくてバンドやったんじゃないから、うんうん、あと食べてけるって思ってなかったんで、あ、そう、なんせパンク系なんで、うん、あの絶対受け入れられないことを誇りに生きていく方だったので、逆に売れちゃってからの方が自分の自意識を生かすのがすごい大変で、認められちゃったから俺の怒りを認められない怒りだったのに、いきなりああじゃあ敏郎君こっち来てくださいみたいになった時にどうしようっていう20代はもう本当に右往左往していて、なんでデビューしたのに雑誌2冊だけしかインタビューしないとか、もうめちゃくちゃなことやってて、今の方が俺結構バランス良くて、こうやって教授に呼ばれたら J-Wave に来てちゃんと喋ってっていう自分の出してるものとが思います。それ、まあもっと素直な音楽もできたのかもしれないですけどね、音楽もね、そうなのかもしれないですね、うん、素直に自分もだから変なひねくれて気をてらってみたいなとこじゃない、こう音を自分でもなんかメロディーを探すようになってきた気もするし、言葉もそういう意味でシンプルなものを言うようになってきたのかなって気はしますね。僕もそうでしたよ、10代とか20代の若い時はさ、まあ、悪ぶってね、はい、まあ、タバコを吸い始めるなんてもそうだしさ、はい、お酒もそうだしさ、はい、なんかそういう方がかっこよく見えるんだけども、まあ、それは本当に流行っていうかな、若さですよね、それはね。教授相当変だったんだろうなって感じはしますよね。61でこうですからね。はい。ですよね。もうね、本当に24の時にね、18頃付き合ってた女の子と偶然再会したんですよ。はい、で24ですよね。はい、で、まあ、自分ではもうまだグイグイ行ってると思ってたんですけど、うん、その女の子に。刀の刃が鈍ったわねって言われたわけ。切れ味が。切れ味が、うん。ショックでね、あれ、俺もう大人になっちゃったのかなと思ってね、これじゃいかんと思って、また研ぎ直したりしていたんですけど、その後、まあ、27で細野さんに誘われて YMO を始めたじゃない、はいはい。細野さんにある日、2年目ぐらいだったかな、坂本君はさ、いつもその、真剣のこういつでも抜けるようにこう抜いてるよね。おでそれさでも収めて、はい、置いて話せないとか怖いから怖いから抜くでも抜こうとしてるからっていうね、その何年かおきにねその真剣の話が出て、はい、それ自分の中でつながってて、はい、そんなにさっきだったのかなと。思ってね、今はまあ微笑ましいんですけど今から見ると、いやいや抜かれたら困りますからねここで、うん、大丈夫です、いやいや、うん、めったにやんないんで。でもその61にしてもそのちょっととんがってる部分がね見えますよ。そうですか。はい、後ろに武士の亡霊みたいなのが俺は見えますよすごく。いやいやいや、もう本当に丸くなったもうおじいちゃんですからね。いやいや、うん、これからも頑張ってください。はい、じゃあ難波君と渋谷さんにね
はい、ちょっと話しますよ。はい、じゃ連絡取り合おうね。はい、お願いします。はい、いろんなこと聞いてもいいんですか？もちろんもちろん。あのセンメリの話とかして、この時はどうだったんですかみたいな話もしていいですよ。センメリなんて知ってるんだね。センメリ世代なんですよ。だからそうなんだ、ね、一番その小学校3年とか4年のこう一番こうちょっと射精してないけど性的な芽生えがするあたりの時にセンメリといけないルージュマジック見ちゃったもんだから、なんかもうすごいこう、そっちの毛があるの？そっちの毛はないんですけど、ふくよかなんですよ。そうそう、ふくよかにセクシャリティを思えるという。面白いな、それは。完全なのんけですけども、あれのせいだと思うんですよね、絶対に。両方ともでもそうだもんね。はい、あ、やっぱり清志郎とかは大好きだった？清志郎さんは今になってなんかね、偉大さが、ね、もっともっとね、うん、いてほしかったなと、今年フジロック。震災以降はね、本当に。あの歌詞のまんまの日本になったんですよね。うんうん、であと言ってる通りだもんね。言ってる通り、鮎川玲子さんに書いた手紙みたいなのがありましたよね。うんうん、地震の後に、そうそうそう、戦争したい政治家たちがそれをやってくる。うん、でもそのまんまの今、ね、見えてたんだなって思いますね。うんうん、ねちょっと惜しい、本当にいてほしかったね。はい、ベスト10で注意してましたよね。そうなんですよ。あれは。終始よって話してたんですか？いやいや打ち合わせなしです。あとあの時かな、清志郎ガム食いながら歌ってて、はい、テレカメラにガムくっつけましたからね。そうだそうだそうだ、やるよね。ありますね、やっぱそういうことやる人いないですかね。うん、やってほしいよね。やりましょう、やりましょう、はい、うん